いよいしょ。というわけでスペシャルエリアメンタツへの道案内に村田茂でございます。スペシャルエリアユーストリーム熊枠でこのラーメン好きバンドマン3名にラーメン談義をしていただいたのがきっかけで今回のロケが実現。今年1月には1ヶ月にわたり2013年におすすめするラーメンをご紹介していただき大好評でした。まずはスペシャルエリアが誇るメンタツトリオをご紹介しましょう。ソカベ圭一バンド LED のドラマー太田浩二、ブラフマンオーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンドのドラマーロンジ、そしてスクービードゥのドラマー岡本モビー拓也。以上この3名から来年の2014年皆さんに食べていただきたいラーメンを紹介していただきます。前回は静岡県藤枝市丸中をご紹介。朝からラーメンを食べることが特徴の志田系ラーメンに触れ、その元祖である丸中の味に一行は感動しました。今週は一体どんなラーメンが出てくるのか。それでは張り切っていきましょう。スペシャルエリアメンタツへの道。今週紹介していただくのはどなたでしょうか。おーい、あら、ソカベ圭一バンドLED で活躍する太田浩二が2014年におすすめしたいラーメンはどこのどんなラーメンなのでしょうか。こちらでございます。はい、じゃん、品そば圭山でございます。圭山さん、桂山と書いて圭山でございます。なるほど。こちらのラーメンどんな感じの。こちらのラーメンは小田原系のラーメンでございます。小田原系、はい、小田原の方にあるってことですか。小田原の方にでも店は山梨県でございます。まあ、ちゅうわけで、はい、今週も張り切ってまいりたいんで、はい、ロンジ部長、はい、いつものよろしくお願いします。はい、よし、ラーメン食べるぞ。えいえい、おお、はい、こんな感じで進んできます。静岡県藤枝市から山梨県上野原市までの移動時間は車で約3時間。前回に引き続き移動中はこのコーナーを行いたいと思います。スペシャルエリアメンタツメールボックス。今回は太田さんにメールを引いてもらいます。ドラムロール、ドラムロール、ドラムロール、はい、はい、抜きました。最近いろいろなラーメンがありますが、衝撃を受けた新種ラーメンはありますか。いかがですか。9月の頭に僕ニューヨークと衝撃をして、これニューヨークなんですけど、日本でいう紀ノ国屋的なちょっと高級スーパーの上にあるフードコートで日本人がラーメン屋さん始めてるんですよ。フードコートで普通のね中華そばだったんですよ。へえ、めちゃくちゃうまくて、カリフォルニアロール的な高みに持っていくためにラーメンという手段を選んだらしくて。ちなみにそのラーメン屋さんのお名前、U字ラーメンっていうところです。 U字ラーメン、はい、YUGJI ラーメン、U字ラーメン、U字ラーメン、某ブルータスにもニューヨーク特集で載ってたり、はい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 、ありましたね。もしかしたら逆輸入来るかもしれないですよ、これ。続いてロンジさんに答えていただきます。茨城県の高槻のお肉屋さんが、ほう、あのラーメン作るから試食しに来てくださいっつって。いや待って、一応改めますけど、ロンジさんレベルになるとそんな失敗のお誘い来るの。あの事務所にメールが来ました。タクティクスレコーズに。はい。そこお肉屋さんなんで、まあすごいいい豚肉があって圧力鍋で煮るんですよ。できたその汁にお塩を入れただけ。で麺を入れて食べたんですけど、これがめちゃめちゃうまくて。2014年の1月2日にですね、ほう、あの幡ヶ谷ラコスバーにてそのラーメン出します。おー、すげえ、やばいっすね。もしよかったらなんでけ、はい、ちょっと待ってさ、いつの間にか宣伝になってんじゃないかって話ですけど、ラコスバーにいらしてください。2014年の1月2日、はい、宣伝が入ったところで最後は太田さん。新種っていうか、あの発想っていう意味で、あの僕下町に引っ越したんですけど、はい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 、すぐ歩いて行けるとこにいるつけ麺の中川会って、はいはいはい、あそこがつけ麺のつけ汁の最後にカレー変ライスっていうのやってて、カレーに変化できるっていうのやってるんですよ。ほうほう、つけ汁をカレーにしてライスが来るんです。
すごいなと思って。確かに我が家もうカレー編ばっかりですよ。もうあの肉じゃがとかやってうちの嫁がもうカレー編にするその店のスタイルを大竹が取り組んだ。取り組みました。全部カレー編で。カレー編で何かしらのご飯作って残った資料、はい、あ今日カレー編する？そうカレー編にするよ。するするするそんな大田浩二推薦山梨県上野原市品そば慶山に到着。この辺りは一見ラーメン屋さんがあるようには見えない住宅地です。本当にここで小田原系ラーメンに出会えるのでしょうか。確認しますとどんな味でしたっけ。ここは小田原系のラーメンですね。ラーメンになります。はい、動物系のスープですね。かしこまりました。はい、醤油もたっぷり。じゃあちょっとお邪魔しちゃいましょうか。じゃあちょっとお邪魔入りましょう。大丈夫かな。これは大丈夫かな。お邪魔します。お邪魔します。おすすめのラーメン何でした。今日のチャーシューワンタン。チャーシューワンタン。店内もねもうこのいい匂いが充満してますね。いい匂いがしてます。いやでももうメニューもシンプルじゃないですか。こちら期待しちゃいますね。期待しましょう。じゃあちょっと太田さん、はい、オーダーお願いしてよろしいですか。わかりました。チャーシューワンタン麺4つお願いします。はい、わかりました。今までちょっとラーメンの写真とか撮らせてもらったじゃないですか。これ店内撮影ご遠慮くださいって書いてるんで、はい、これすいません NG お願いします。本当にすいませんね、はい、すいません。これ写真はこの間でしたけど、どちらさんが撮ったんですか。ここのラーメンの写真を。あれインターネットからです。あ、インターネットから撮ったの、はい、あ、そうですか。店主の逆鱗に触れ、メンタツロケ史上最も緊張感が走った。この後太田浩二が動く。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。何でストレッシュー熱々だこれ、うん、もう僕ら散々こういう お邪魔してやっぱいい表情があると、ラーメンのいい表情があるってついつい撮影お願いしてあれしちゃったんですけど、ダメですかこれは。勘弁してください。本当ですか。しっかり目に焼き付けて。しっかり目に焼き付けます。じゃあすいませんでした。じゃあすいません。すいません。じゃあいただきましょう。じゃあ小田さん、はい、いただきます。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 うわ香ばしい。完結してるのにカーッと抜けてきますね。麺が口の中で踊りますね。おこの太ちぢれ、はい、ピロ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 しやがってね。ピロ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 。この醤油の効き方もバランスがもう絶妙じゃないですか。そうですね。この豚骨ベースのねこの動物系のだしと醤油のバランスがもう完璧。皆さんワンタンいきました。かなり大ぶりですよね。うん、ああまた具がいっぱい入ってね、うんうん、かなりしっかりした作りですね。まだ、うんうんうん、これなんか、うん、結構男気あるラーメンですよね、うんうん、やっぱ親父さんの感じ出てますね、うん、かなり、うん、豚柄鶏柄人柄の人柄ですねこれ、うんうん、まあ感じですね、うん、この今ちょうど皆様食べてるところから見えるレジのあそこの裏に貼ってあるステッカーは、はい、ラーメンウォーカーのラーメン都道府県別ランキングの1位を受賞した証だそうです。さあ1位取ってるんですね。目かいちゃってるじゃないですか。さすが。さすが。そしてちなみに店長さんはラーメン屋になる以前は六本木の中華料理屋で働いており、ラーメン作りは全くの未経験の状態から始めた。そうです。ラーメンね最初例えば手本にした味とか、まあ、おやじさんが好きなラーメン屋さんとかあったんですか。別にないね。特になかったんですか。うん、すごい。よくなんとか系とか言うけどさ、うんうん、そういうとこは勤めたことないしね。はいはいはい、そうか。小田原系とか分類されるんじゃないですか。ねえ、うん、言うけどね、あれ仕事したことないですよ。へえ、うん、言ってるやつらにどう思います。言ってるやつら、いや口は自由だからね。みんな、うん、確かに、うん、10人というかで口も違うしさ、これも人の話には戸惑わないしさ、まあ、確かに自由だから。まあそうですよね、うん、
いやもう本当に心からごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ケイザンさんいかがでした皆さん。しみじみもあったし、ね、しみじみしましたね、はい、森くん、はい、いつの間にか店員みたいなことあってましたね。食べ終わった後君ちょっとこれ皿片付けてって言ってこう蓋を開けたらものすごい優しい人柄出てましたね。出た殻が出てましたね。出てました。いやいやごちそうさまでした。というわけで次回はどなたがラーメン屋紹介していただけるんですか。ついてきた次回紹介しますのはこちらだ。でん中華そばランチューさんです。皆さん覚えてらっしゃいますか。それ1年前にちょっとお邪魔しましたよね、うん、ランチューさんから3人に特にロンジさんが毎回食べれなかった噂のラーメンをプレゼントしてくれるらしいですよ、カメラ位置確認しながらそのドヤ顔やめなさいそうですよ。というわけでどんなラーメンなのかお楽しみしてください。以上スペシャルエリアメンタツの道でした。いやよかったよかったですね。よかったね。ずっと見ちゃいましたね。見ちゃったね。前かがみで流れが良かったですね。良かったです。太田くんのあのね小田原系言ってたのがいや全然違うよって、知らないよっていう、なかなかのご主人でしたね。最後モビさんお皿洗ってたの何やったんですか。そうそうそういいですね。浜くんラーメンは好きなんですか。ラーメン好きですよ、うん。なんかでもあの店主の感じ良かったですね。良かったね、うん、ご主人の感じすげえ良かったです、うんうん、最初のだからあの一瞬こうピリッとした感じ、ね、感じからどんどんね、冗談すごい分かる、ね、お互いにこう踏み込んでいく感じ、かっこよかったです、ね、かっこよかったですね、うん、かっそうですね、かっこいい、うん、あのロケでしたこれは。かっこよかったね、すごい素晴らしいですね完全にもうラーメンの口になっちゃいましたけども、はい、ね、ね、まあ、来週もこのメンタツへの道をお送りいたしますので、うん、皆さんメモの準備をしながら待っていてください、はい、というわけでございまして本日の特集コーナーは、はい、第2回メンタツへの道でした、はい、お疲れ様。